最終決戦ピーチ城、マリオの時は決戦ピーチ城だったけど最終決戦になってますよ。まあ最終決戦に行く前にちょっとあそこだね、隠しコースのあそこも行っときましょう。あーでもやっぱ短いね、うん、コースの数だけは少ないからいいんだけど。炎の雨から身をかわせ、メテオかな。何それ、何、ここに来て初めてのギミックなんですけど。あ、危ない危ない、なんじゃ、こっち側行けたり、もう、勝手に飛んでっちゃうな。うわ、ちょっと、これは、あれか。1個目か、よしよし、1個目はいいんだけど。おう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 、あぶね、あぶね、あぶね、あっと、あぶねえな。うーわー、もうむちゃくちゃだわ。あと1個、あ、いやー、ちょうどないんだもの、ちょうどないんだもの。でももうどうだろう、まだ今のところそこまで難しいような気はしないな。死んだけど、スターコインも割と分かりやすいところにあるしな。3つ目がめんどくせえのかな。コインがめっちゃ飛んでくるやん。何、よし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 、うわーもう怖えな、この仕掛け何、うわなんだこの仕掛け、もう意味がわからん。これどうなってんの、これどのタイミングで変わってんのかがわからん。これ3つ目、どっちかというとあれだな、ロックマンのブーンブロック。あぶねえ、あよし、やっといけた。うわ、めっちゃ死んだぜ、おい。やっといけましたよ。これでとりあえずコンプリー。あ、びっくりした。あー、メテオ最後に降ってきた。あー、長かった。多分めっちゃカットしてると思います。けど、めっちゃ死にました。はい。さあ、そんなわけで、ようやく、隠しコースの方もクリアしましたね。はい、では行きましょうか。ラストですね、最終決戦ピーチ城。さあ行きましょう。またジュニア君が邪魔しに来るのかな。最初はこれマリオの時に思ったんですけどね、できるだけここはね、もう最初からね、スターコインをちゃんと狙っていかないと、割と後々めんどくさいっていう感じなんですよね。だから、できるだけもう、行きたいではあるんだけど、うわ、厳しい。これ、ひでえところに作りやがったな。よし。オッケーオッケー。うわ、こいつ、怖ー。うわ、落ちる。うおー。いや、あれダメだ。うーわ、これね、最終決戦のスターコインちゃんと回収しないとね、本当に後がめんどくさいんですよ。だからちょっと今回はスターコインはちゃんとちょっと全部取っていきたいではあるけど、いや厳しいね。あぶね、いきなり厳しい。
お前お前もう、うおーやべえな。最後だからなんかめっちゃむずい。これあやべえ、ちょっと危ない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 。最初走られねえ、走ることが、あー危ねえ、落ちる。よしくれ、よし、うおー、ちょっと待って、よっしゃ危ねえ。ちょっと待って、お前ちょっとこう、ふっ、あーダメか、あーダメかー、焦ったな今。ジュニアうぜえくっそ、マリオの時はそうでもなかったのに、今回のジュニアマジうぜえな、くっそ。どうするかな、危ない、よし、それはいいんだけど。お、ナイス、ちゃんと3つ、おわー、くー、あー、ちょ危ない危ない。あ、これタイミング悪く、あ、これどうすんの、今あのタイミングでいけないじゃん。もしかしてあれか、一回あいつに落としてもらうっていう段階を踏まないとダメなのか、もしかして。うわ、もう そうだったらめんどくせえな。うわ、くそ、もうあいつほんまに気がなくなる、残機がなくなるぞ。おい、くそー、使うか、もうどうせスター使うとこねえだろ。ここでスター使ってもあんましょうがないんだけどな。でもまあジュニアの攻撃はあんま気にしなくていいっていうのはいいかもしれんけど。あ、ちょっと、よし、そっちか、そっち壊すか、よし。お前もうなんだよ、さっさと落ちてこいよ。いや、うん、やっぱこれ厳しいもんな。あ、なるほどなるほど、それいいね、それの方がいいわ。うわ、危ねえ、うわ、よし、おっしゃ、いけた。さあ問題はクッパ戦だな、これ。なんかある、よし、こっからノーミスでいかないといけないんだけど、250秒もあるよ。え、なんか違うのかな、マリオの時とちょっと違うのか、もしかして。そうないと思うけど、ボス戦に関してはそんなに変わらないと思うんだけどな。これ多分ね、ルイージ君のジャンプ力なら上飛び越えれると思うんだよな。飛び越えれるとは思うんだけど。ほら、いけた、よし、さすがルイージ君、早かったね。空中で落ちる、よし、まあここはまあいいんですよラストですよ、ラストでちゃんとね倒せればいいんだけど。まあでも条件的には今いい感じでございますよ。あの Wii の時のね、マリオブラザーズ Wii の時の方が辛かった。この最終決戦はでかいクッパから逃げるやつがほんとしんどかった。さあ、桃姫ちゃんを助けましょう。あそこデイジーでもよかったような気がするけどな。よし、
BGM そっから飛んでこれるでしょ絶対。ははははきたー、変わんないのかな結局は。結局は倒し方も一緒だと思うけど、油断したらね負けるからね、そこは油断せずに行こう。あれ操作性がよこせ、おらー、よし、うーわ怖い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 、おお、でで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 、ふい、逃げろ逃げろ逃げろ、おい、ふい、オッケー。あ、なんかつま先に当たってる。つま先つま先つま先ファイヤー。これで倒せんの？これで倒せんのかな？さすがに無理かな。あぶね。よこせ、よし、はあ、ずしたいいいい、近い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 です、近いです、クッパさん、お、飛ぶか、飛んだ、よし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 、よし、よこせ、こら、子供のおもちゃを取り上げる大人、ふっ、よし、あと一発、この携帯が怖い。うおーん、ちゃんと手前で飛んでくれるクッパさん、ほんと優しい。あのまま突っ込んでくれば俺どうしようもできないのに。これ食らってんのかな、これ一応。どうなんすかね。これ倒せたりするのかな。それはそれで面白いけどね。おい。よしよしよし、あ、やばい、これまずい、よし、あん、関係ねえ、はいや、うわマジか、マジか、微妙に後ろに下がったな、ファイヤーなくなっちゃった、あ、やばっ、くそ、よこせ、お前。こっちまで来るのはダメだろう、あ、まずい、一転して大ピンチ、くそー、これやまずいぞ、ここでここで負けるのはちょっときっつい、時間、ボム兵邪魔やな、よしよし、頼む、うわー、それはないわこんな野郎。それはねえわ、やべえ、くそ、マジか、くそ、うっ、よし、いや、ちょっと待って、あと一発なんです、あと一発なんすよ、あと一発なんすよ、うわ、ちょうどいいところに、ちょうどいいところにお父さんの援護射撃が、援護射撃やべえ、よし、うわー、うっそー、なんで、ひどくない、最後のディフェンスやべえ、こいつ。マリオの時そんな難しくなかったでしょ、熱い。あ、うわー。
うーわ、マジかよ。それ最初からでしょ、これ。うーわー、マジかよ、もう。よし、やっとここまで戻ってきました。スターコインも全部回収しております。ちょっとプロペラマリオにちょっと頼りましたけど、ちょっとハマりそうだったんでね。もう残機もあれから結構減ってるんですけど。いやー、もう、くっそ。さっきの本当にもう、悔しい。よし。OK。もうこれはいいんですよ、どうでも。これはどうでもいいんだ。次なんだ、問題は。まさかやられるとは思わなかったな、さっきの。割とへこむんだよな、ああいうの。よし、今度こそ。今度はもう許さねえぞ、お前。ダオーン。これ、ルイジ君だな。クッパジュニアのとこまで届かねえかな、これ。プロペラ使えば。油断はしない。よし。よし。1、2発目はね、そんな難しくないんだけど。よし。おー。上をちらっと見てるね。さあ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 、ジュニア君、ジュニア君おいで。来た。これプロペラ届くんかな。熱い。よし、あと一発。ここまではね、前回も、うわ、ちょっと待って、それはダメでしょ。前回まで良かったんだけどな。よし。よし。ガオー。さあ、微妙に緊張してきた。くっそ。ダメージを受けないことやな。あ、間違えた。よし、ここだ。ここなんだけど、ここだ。よし、あー、よかった、いけた。なんでさっきこれができなかった。なんかさっきのクッパすげーディフェンス高かったんだよな、なぜか知らないけど。今回すげースムーズにいけました。オッケー。なんか変な格好してるけど、やったね、ルイージ君。あ、死ねばもろとも。あ、この後やばいんじゃないの。あ、ルイージ君、服脱ぐなよ。あの格好のままいけよ。恥ずかしかったんか。トッテン君、トッテン君覗きだね。あ、これデイジさん激おこ案件ですよ、これ。これにはデイジさんもぷっくり。あ、竜の巣が晴れましたね。そしてからの、最後までマリオは本当にいないものとして扱ってる世界線なんだね、ここはね。まあ、さすがにエンディングだけ出てくるっていうのは逆に中途半端だと思うんだけど。せーの、はい。ああ。ここの音楽微妙にマリオ RPG を思い出すな。
タイトル画面のこのクッパクラウン馬力ありすぎだな。何言ってんねん。あ、取ってん。マリオさんの位置がキノピオになってるやんけ。いや、もともといないな。あそこにプラスでマリオさんがいたのか。よし、ようやく終わりましたね。ルイージさんの方も、いや大変だった。ほんと難易度が高くてね。いや割と動画にはしてないですけど、スターコイン集めるのもだいぶヒーヒーながら集めてるんですけども、はい、まあそんなわけでね、ニュースーパーマリオブラザーズデラックスの中にある、ニュースーパールイージ U の方ですね、こちらの方もクリアいたしました。まあ、当初はねもうクリアするだけにしようと思ってたんですけども、まあなんだかんだありまして、ちょっとスターコインも全部集めてこちらの方もワールド Q を開放していこうかなと思います。まあ残りのまあ隠しコース、あーでもね、隠しコースのスターコインに関してはね、ちょっと動画にするかどうかちょっとまだ迷ってるんですけども、まあいずれにせよ、まあ残りの隠しというかスターコインも集めて、でそのワールド Q ですね、ワールド Q に関しては、マリオ U もこのルイージ U も両方合わせて生放送の方で、うん、やろうかなと思っております。ちょっとマリオメーカーが2がね、来る前に何度かその放送をやれたらなというふうに今のところは思っております。まあワールド Q のまあスターコインもなんとか回収、スターコインあるよね、あるんだよね多分、わかんないですけど、まあそうだね、まあそんな感じでちょっとずっと考えてたんで、まあ、うん、ワールド Q はマリオ U もルイージ U もちょっと生放送の方でねやっていけたらなと思います。はい、じゃあちょっとエンディングの途中ですけども、こちらの方はカットしたいと思います。はい、というわけでジ・エンドってね、さあ、トッテン君まだいたんだそこに。一回もやってなかったな、そういえば。はい、達成の城に星がつきました。この辺は一緒かな。で、トッテンの家も解放されて、で、ワールド Q が解放されるかな。ですね。スペシャルスターですね。ワールド Q とかあれか。3D データの方。3D ワールドの方か。多分そっちだね。これで。よいしょ。うん。スペシャルスター。いけるようになりましたね。はい。まあ隠しコースとかはまあちょっとまだ考えてないですけども、うん、とりあえず、残りのスターコインを全て回収して、でスペシャルスターですねの方は、生放送の方をねでちょっと進めていきたいと思います。ちょっといつやるかっていうのはまたちょっとツイッターの方とかで告知すると思いますけども、まだ今のところはちょっと未定ということでよろしくお願いいたします。はい、というわけで、ニュースーパールイージー U 無事クリアできました。というわけで、次回もよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。